じゃあタイトルコールいきますか。おっ、せーの、ゼロトーク。ゼロトーク。はい、やってきました。ご無沙汰でーす。ご無沙汰でーす。だめ、はい、ご無沙汰だからね、結構。前回いつでしたっけ？前回やってないね。あの前回はホワイトデーの。ああ。でもちょっと来月からね、毎週やろうかな。おお。で毎週 MC してもらおうか。え？せやさん、それは勘弁です。それ。いやもうおじいちゃんはきついのもう。おじいちゃん。僕もおじいちゃんでーす。あのちなみに。靴下5本指なんですよ。あ、おじいちゃん。ハルト君と一緒だよ、もう。じゃあ、ちょっと乾杯しますか、じゃあ。はい。今日も営業、満足、ありがとうございます。お疲れです。ございます。いや、あんま言ったらやらしいな、これ。あ、うまっ。いやー、飲まないと。やっぱね、仕事終わりのビールってまたちょっと違うからね。全然また違いますね。豚の角煮みたいな感じ。すげー、おいしい。ということで、ね、まあ、前回ちょっとできなかったんで、はい、本当ちょっと来月からやろうかなと。お、やっぱり毎週でしょって言ってますよ。毎週でしょ、まあ、いや、毎週が毎日でしょ。毎日毎日やったらちょっとや大変なことになりますよね。毎日のなんかきついと思う、絶対きついっすね。結構きついと思う。きつい、きついっすね。多分ね、やっぱおじいちゃんだからね。いや、もうまだまだ僕は若い。僕は多分一人でもできる。これからだからね、はい、完全にもう、はい、でも一人の1時間マジきついからね。いや絶対きついと思う。絶対きついからね、はい、もうあのコメントと会話してるからずっと。はいはいはい。あ、でもやっぱり毎日とかやってくれた方がいいのかな。あー、コメントでね、はい、書いてあるんですね。はい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 、めっちゃ聞くんですよね、うんうん、よくわかんないメール来たら全部スルーすればいいから。そういうのは大抵、はいはい、了解する。困ったらうまく流せばいいから。あ、365日見たい。おー、いいね。嬉しいですね。いつも見てるよ、俺は君のこと。あら。あら、甘い。甘い。甘いな。甘いな。いや、でもね、ナイトチューブさんの方もね、はい、結構いろんな番組が増えて、まさかあの来た時に誰かがいたと知らなかったもんね。ねえ、ね、来たらね、あ、どうも、ね、誰みたいな感じだったけど。そんな感じ。ああ、まさ、ああ、なるほどねっていう、うん、いやー、儲かってますね、ほんと。あ、よろしいよほんと。爆笑しますよね。あっちで爆笑っていう。なるほど、はいはい、じゃあ行きますか、じゃあ。お、ちょっとね、当たるの方がちょっとね、あ、初めてだから。初めましてですね。じゃあちょっと、じゃあ、はい、じゃあ自己紹介の方から。はい、向かって、あそこに当たるです。お、あ、いいね、はい、お、なんか、いいね、かっこいいな、かっこいいね、かっこいいな、髪黒いね。これ全部自毛なんですよ。噛んだね。グイグイって行きたいところなんですけどね。グイグイ、もうグイグイ、よいしょ。なんか CM みたいなお酒飲む姿も。ああ、じゃあ自己紹介ね、行きましょう、じゃあ。はい、じゃあ、どうも、はじめまして、あたるです。おっ、よいしょ、よいしょ。この度はゼロ本店でお世話になることになりました。お願いします。すげー、はい、謙虚、謙虚。岸田さん、一言いいですか。あ、いいよ。すげー緊張してますね。緊張してますね。思った以上にちょっと、すげー緊張。あと一緒に歩いてきたけどね、はい、すごいなんかめっちゃ早歩きだった。ちなみに僕、こんな当たるさん見たことないから。そう、足がちょっと振り上げ、最初みんなそうだから。全然。あら、二丁目にそうねって。あら。よく言われます。なるほどね。二丁目にそうです。あ、26歳です。はい、26歳。まあでもちょっとね、まあ自己紹介的な感じでね、はい、まあ名前からの、結構ホスト自体は長いのかな。歌舞伎町に来て今3年ですね。あ、はい、3年か。そうなんです。以前、そうですね、この
前のお店硬いよ、硬いよすごい、すごい硬いよ。ゼログループさんにお世話になる前にちょっと2年ほど働いたお店がありまして。あ、何ザールだっけ何、バザールだっけ、なんだっけ、そんな感じの、なんとかザールっていう。あ、なんとかザール、はいはいはい、バザール、バザール、はい、そうですね。あ、アウトレイジのこと、ね、某メンキャバ店でちょっとレイジめっちゃ喋んなかったけど、はい、ゼログループいいお店です。おー、はい、あの今棒読みしたけど、棒読みすごい棒読みしたけど、棒読みだけど、いいお店です、はい、いや間違いないですよ、いいお店です。はい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 、緊張感バリバリ、バリバリだね、ほんとバリバリです、ほんとに。あーいいね、面白いね、コメント。エグザイル、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 エグザイルってなった、エグザイル、はいはい、なるほど。いやでもね、ほんとにね、あたるさんね、緊張してますこれだけもう店名分かってる人いますね、これ。え、何、店名出てます、本当、本当だ、すごい、すごいですよ、これ。あ、シックザル、はい、言っちゃった、なんでもいいから、はい、言っちゃった、何でもいい、大丈夫でもここはもう大丈夫、言っちゃったでも実際、あれ、どうですかね、あのゼロ入ってみて、最初イメージもあったと思うし、でも入ってからの、あ、まあ多少のギャップもあったと思うし、そうですね、でもすごく働きやすいお店です、うん本当に、本当にこれはでも心から僕、働きたいお店です。本当にでも最初やっぱりなんかやっぱグループがでかいんで、うん、僕もやっぱりなんかすごいなんかお堅いイメージとかいろいろあったんですけど、でもいざなんかやっぱ働いてみたらなんかすごい気さくな方、まあ優しい方が多くて、あ、すごいアットホーム感が、いいね、いいね、いいね、はいはいはい、マニュアル通り、マニュアル通り、マニュアル通り、結構マニュアル通り今、うん、いいよいいよ、そうですねはい、だからやっぱりあの親睦会とかも多いですし、やっぱりさ、あ、行ったね、あの親睦会の方に、はい、うん、コミュニケーションの場が結構多くいただけたと、はいはい、そうそう、そうですね、やっぱ天休とかも結構やっぱり多かったりとか、あ、うん、そうですね、やっぱすごい働きやすいです、ね、うん、体にいいね、はい、うん、じゃあぜひね、あの、こちらの方にね、ここの、あ、こっちの方か、あはい、こちらの方にねでも今だって従業員も30人ぐらいいてね、はい、でもどうだろうね、今日、まあ今日の営業、営業のことなんだけど、そのまあフリーのお客さん、初回のお客様来て、はい、いや多いね、人、めっちゃイケメンばっかりだしって、はいはい、いや、結構言われるのがね、やっぱ嬉しいですね、いや、嬉しいですね、そこはちょっと大変やってて、うん、よかった、間違ってないのかなと思って、これ結構ガチな、うん、意見もいいからね、うん、じゃあ飲み出し行こうかさ、うん、じゃあ来週来るねいや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 、ほんとダメだ、あかん、寝るね、あ、マジ返事しなくてすまんね、うん、いいよ歌うま楽しみ、歌うま選手権、歌うま、歌うまですか、あ、歌うま選手権、でもゼロから出ますからね、あ、多分旬かな、お、旬さんが、いや、旬さん、もしかしてこの後来るかもしれないからね、この後来る方が多分出ますね、4回飯誘った断りだけど本当っすか、結構根に持つけど、ほんとっすか、いや、あれ、いや、僕は結構まだ2回くらいしか断ってない2回断ってない、2回断ってない、久々さんにご飯を誘われたら僕は全部行ってます、全部行けるね、はい、全部行きましたね、はい、いや、嬉しいな、ほんと、まあでもこれからだね、まあ、そしたらじゃあ、まあ、じゃあ最後にね、ちょっとあたる君に聞きたいんですけど、はい、ちょっと意気込みの方をね、まあ、これからゼロ、ね、グループの本店として、はい、どういう人物になって、どこを目指していきたいのかっていう、はいはいはい、じゃあちょっとお願いします、意気込みですか、意気込み、ビートたけし風にあ、やってるやってる意外とね、こういう場合引き出していかなきゃいけないよ、引き出すのがうまいな、緊張、緊張だ、はい、ゼログループで、やっぱ長いものには巻かれて、本当にやっぱゴマスって、ゴマスって、ゴマスって、はい、ゴマスって、あの、カフェにゴマスって、いいポジションでこれから働かせていただけたらいいなっていう、なるほどね、そうですね、皆さん代表、お、いや、もっといや、おっ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 、あー、うまいな、まあね、でも、はい、頼もしいよね、やっぱりそういうのは、うん、うん、まあ、だからコメントの方にはシェイクのことを教えてって、あ、僕あんま知らないですシェイクってなんだ、シェイクは、新店ですね、新店の、あー、はいはいはい、横浜から歌舞伎に来る
あの、後世が代表かな。おお、カリスマ、カリスマ代表。そう、おシェイク、そうそう、シェイク、シェイクのこと教えてたもんね。名前、俺も名前しか知らないで、あんま。あれってことは、ワンの箱にできるのかな。どこなんだ、あれ。あ、それは言っちゃうのかな。あ、多分そうかな。ゼログループで1店舗なくなって、その代わりに新しい店舗ができる。あー、お酒って美味しいね、やっぱり。ビールほど美味しい日はなかったもんね。そうそう、シェイクはそうかな。うん、なるほど。ワン、ハルト様は、うん、ちょっと今まだミーティングしてると思うよ、多分。旬来て、電話してみます。旬来て、電話します。いいとも感じていく。あ、ちなみにあの、社長の時にね、いつ来るんすかって今、普通に電話じゃないわ。あ、ごめんごめんとか来て。あ、ほんとっすか。そうそう、うん、なるほど。はいはい。まあでもね、今日はちょっとね、あのちょっと時間が間に合うかどうかわかんないんですけど、はい、あのホワイトデー先週あって、おちょっとね、お客様感謝デーというか、はい、ちょっとあの皆さんで DVD を作った、はいはいはい、あれを放送しようかなと。おお、頑張りましたね、あれ。結構編集頑張りました。いい DVD ですね。編集どのくらい時間かけたんだろうっていうぐらい。いや、結構細かいところもやってたから、ね。はいはい、今回結構やったマジで。いや、あれはすごいと思います、本当に。あれはね、本当にね、ちょっとね、いやらしい話したね、結構かかった。結構かかった。結構かかった。まあでもそれなりね、やっぱ快適にちょっと怒られた。そうなんですか。経費ちょっとかかりましたね。いやでも、本当なんか、まあでもそこからね、クオリティをね、やっぱ出した。クオリティが高すぎてびっくりしました、僕は。まあ、あの、間に合うかどうかはちょっとね、あの、やっぱないと、あ、もう OK。あ、見たい見たい、さすが。まあちょっとあの、30分から後半の方が、これ多分ね、見る価値あるよ、ほんと。いや、すごいっすね。いい出来ですもんね。あれ、コメンテーターの方。な、え、えぇ、まあでも、いや、大好き、そういうのね。そうですね。そうはね、ちょっとね、楽しみしてもらえたら、うん、ぜひとも。まあ、来場者数が、5000いったら流そうかなと。おっ、行かなかったらマジ散らしちゃうからね。今よくテレビであるじゃん。あります、ありますね、散らしの。散らしの、はいはいはい、第1位はっつったらまた CM 入ってみたいな。はい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 、そうなんだよ、と思いますね。そういう感じでひどいシステムですね、これ。今日どうコメントの方は結構盛り上がってますよ。あ、でもすごい、いや、すごい来ててよかったとか。うん、あーね、すいませんね、ちょっとね、深夜番組でね、ごめんなさいね、下トーク、ね、下トークじゃないか、ゼロトークか。盛り上がってまいりました。そう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 、まあ、いろいろあると思うんでね、なんか気になるコメントあったら、うん、そうですね、どんどん拾っていけば、はい、拾っていきたいんですけども、はい、皆さんコメントしてください。コメントね、うん、全然どんどんしていただけたら嬉しいですね。はい、今日4時起きなのに。おーよいしょーよいしょあいや、美味しいな。くるーや いや、今日全然なんかたまえない話していい？はいはい、はい、どうぞどうぞ。あの、携帯で、あの、はい、崎山のスタンプ取りました。200円で、はいはいはい、有料ですか、有料ですか。あ、有料200円で。あ、意外と好評だった。ザキヤマのスタッフ面白そうだな。結構面白いよ。いや、面白い。からのからの。結構ねですよね。はい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 。あ、ちょっとハルトさんから着信が来てます、ね。あ、じゃあ電話してもらって。あ、ごめん、ありがとう。はい、だね、まあちょっとまだ時間の方もあと15分あるんで、どうしようかね。どうする、アンケートいっちゃう。いっちゃいましょう。お、行きましょう。アンケートいく。それともカラオケ歌う、キャラに。カラオケ。いや、結構カラオケ歌うんだよ、ほんと。あ、そうなんですか。で、あ、でもちょっとカラオケ、え、どうなの、カラオケに対しては。僕は聞いたこと、聞いたことないから歌うんすけど。ちなみに、ひらさん、僕、あたるさんの歌声聞いたことないです。めっちゃ下手くそなんですよ。いやいや、これはガチ振りじゃなくて、ガチ下手くそなんですよ。いやいや、ね、ほんとほんと前振りうまいね、もう。いや、うまいっすねー。あ、また無線買ってもうまいからね。いや、でも僕本当にあの前の味噌とかで、うんうん、ラストンで歌ってたまたま送りがあった時に間違えたっていうことがあるんです。あれみたいな。え、キーを間違えたの。キーじゃなくて、もう本当歌が下手すぎて
あれ送りする人間違いだからみたいな、そんくらい、そんくらいのレベル。あ、ちょっとコメント来てるんですけど、あたさん、うん、普段カラオケで何歌うの？あー、カラオケちょっと聞きたいかもね、うん、ちょっとそういうのちょっとね、せめて聞きたい。はいはいはい、ジュークとか。おー、ちょっと、はいはいはい、世代が、はい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 、こうやるってことね、ずっと、はいはい、表現運動やるんですよね。ジュークか。あとやっぱジャニーズ好きなんで。おお、ジャニーさん、ジャニーさん、ね、幅広く、ジャニーズだったら何歌いますか？ジャニーズだったら最近はやっぱキスマイとか。あーキスマイね、はい、あー融合パターンない融合パターンね、ほんとでも本当もう、この悪意しかないよ、悪意しかないよ。いや、見てる方がやっぱこう面白くない、やっぱ、はい、はいはいはいね、やっぱ普通だとね、はい、ノーマルよりやっぱアブノーマルの方がやっぱ楽しい。あー、そうですね、そこはやっぱり。あたるさんホストっぽくない。うんうん、あで、そこがいいとこだよね。うん、そうですね。本当ですか。ちょっと僕の昔の写真とかこれ公開します。あ、後でいけるよ、全然。後でいきます、後でいきます。いや、かなり違いますよ。ああ、ロンゲ時代の写真とかあるんですけど。じゃあちょっとそれは、うん、今週のオフショットで使わせてもらおうかな。あ、それで、はい。え、なっちゃんのはカラオケですか？カラオケ18番。カラオケ18番。なんかちょっと気になる。久保田俊信とか歌いますね。あとは、なんだろう、EXILE とかも歌いますし、ケミストリーでございます。じゃあ歌うま出てもらうか。歌うま出れるほどの歌は持ってないですけど。またまた。そんな聴いてる久しぶり代表さんは、ね、確かに何を歌うのか、僕はちょっとすごい知りたいです。え、俺聞いたことないですよ、歌うのよ。いや、すごい知りたいんですよ、これ真面目な話で。俺あんまラスト歌わないからね。そうですよね。歌うのかな、クリスタル入って歌わないですよ。かっこいい。かっこいい。でも入った時どうしようかな、結構ね、緊張してめっちゃ汗ばんでるので。マイク触れてもこうやって。お3人でダパンプ歌ってよ。ダパンプ、懐かしいな。多分昭和生まれですよ、この今ダパンプ。いいね、昭和的な感じで。昭和的な感じが。結構安定だね、これ。安定ですね。貯蓄もあるよ、絶対。確かに。でも、久保田難しいよ。いや、難しいですね。キーが結構高いんですよね。ロンバケかロンバケです。マジか。何がいいんだろうね、歌か。俺すごい聞きたいですね。俺、なんだろうな、昔出たの結構ボーイとか、あ、福山とか、あの辺は結構好きだ。せやさん、でもすごい、なんか歌うまいっていうイメージ。いや、でもね、でもね、はい、ゼロトークで、はい、またハルト君がね、もうなんか若いのばっかりいるの。またキーが高いやつ。はいはいはい。なんか、って言ってたらね、どっちくそいよってね、終わって言われるからね。あ、せやさん、コメントに来てるね。え、大塚愛。大塚愛。もう一本はい、リシャールをもう一本。はい、もう一杯。あー、これでね、あれでラララララそうだ。やべ、もうおしっこしない。おしっこしない、ほんとほんと。いやー、でも結構盛り上がってますね、コメントの方も。すごいですね、こんなコメント来るんですね。あ、でもね、やっぱね、やっぱ店にね、来てない方もいるから、やっぱ歌ってやっぱね、魅力的じゃん。多分そういうのもあると思うよ。実際。確かに。うん。歌はね。歌行く？行きます？いや、冷静になりました。ちょっとここは冷静に。行く？行く？いや、面白い。思い出の曲とかないですか？え？だけ思い出の曲とか。今必死で逃げてるから。必死で逃げすぎでしょ。うん。まあ。思い出の曲か。俺世代で言ったら多分ね、鈴木亜美とか。ああ、いいっすね。モームス、はいはい、ちょっと前で言ったらちょっとあのスーパーモンキーズとか。おー、懐かしいな。よく踊ってたもんね。チャンスでチャンス、マックス、マックスしいな、飲むから。まあまあ、思い出の曲はどうなの、当たるわ。僕は初めて買った CD がジュディ&マリーのそばかすって歌で。ああ、はいはい、懐かしいな。あれをなんかやっぱり聞くと思う。スタイル極みね。そう、そういうことですね。ルローニケンシ、俺の酒場と思ったら言ってたでしょ、そうやって。そうですね、言ってたでしょ、ほんと。言ってました、言ってました。大丈夫、もう深夜番組だからね、下ネタ OK だから。あ、ほんとですか。あ、これちょっと振りが来ました、コメントが。振り、あまちくん、歌いたすぎだろ。聞いてみたいですね。いや、絶対歌わないでくださいよ。でも多分、絶対多分ラストじゃないと歌わないですよ。あ、そう、
ツナちゃん、代表曲歌うわけないあ、ね、それはね歌うわけない俺恥ずかしいから歌わない結構ガチで結構、久保さんって恥ずかしがり屋ですか。いや、なんかね、人前で歌うのがね、はい、あんまりやん。見せんときはなんかもう見せモードだから、あ、はいはいはい、そこなんかどうしようどうしようみたいなのはある。なんだろうね、いいよ、真面目かでもちょっと歌声聞いてみたいなと思っちゃう。何の歌がいいかね、やっぱ歌でもあのゼロトークのいいとこってなんかその歌をこう聞いてくれて、そっから何、まあ歌、まあリクエストあったら歌ってくれるっていうのがあって、で、いつもはババ弾いてないけどあ、ライズとか懐かしいね。桜坂も懐かしいですね。確かにシーズンですね。もっとちょうだい、もっとちょうだい、ね、もっとちょうだい、コメントだけで、うん、卒業もいいですね。春よ、来い。確かに春くん来てるね、春くんね。てか全然来ないですね、みんな。あれまだ忙しいじゃないかな。いや、まあ、こちょこちょ楽しいんでね。そうっすね、そうっすね。あ、3月9日あ、いい歌、いい歌ですね、もう今この時期。卒業ですね。サンキュー。うわ、粉雪もいいですね。なるほどね。うん、じゃあちょっとね、あのちょっと言っといてもらっていいか、ちょっとおしっこだけしていい。あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。いいっすよ、おしっこ。じゃあカラオケ歌おうか、じゃあ。お、粉雪。おしっこだけしていい。ただもうカラオケも準備させてください。ちなみにあの、久保さんに何を歌ってほしいかちょっとコメントを。俺は歌わないよ。久保さん歌ってくれるか分かんないですけど、あの、ぜひぜひコメントをガンガンください。今、クラブワンになってるよ、これ。クラブワンになってる。桜いいっすね。あ、桜もうちょっとで、ね、ドラゴンアッシュ開花するのかな。アマチさんだけに歌わせよう。これちょっといいっすね。でもこれ出てくる歌がみんな昭和生まれ絶対に昭和の皆さん素晴らしいですね。桜読書アマチさんに、じゃあ森山直太郎、森山直太郎読書させましょうか。愛が生まれた日スナックガンガンコメントください。あの多分歌ってくれるんで。あ、3月9日多いですね。ドラゴンアッシュ、テリヤキボーイ、変な歌歌わせよう、ね、変な歌ってなんすか、ちなみにダボダボ、ね、昔流行ったヒップホップとか。あ、15の夜、尾崎。あー、いいっすね。アンパンマン、アンパンマン代表歌ってくれんのかな。みんな昭和だね、これは。すごい、ありがとうございます、コメントくださって。もうガンガンください。おじゃまじょう、ケツメ、後ろから前から来た。うん、これどういうことですか。あ、こっちの、たぶん。はいはいはい。おお。ドラえもん、すごい。でもライミキドウ、ライゾミキドウさんって。でも皆さんのイメージ、久保さんどういう声をするのか。誰がアンパンマンやね。誰がアンパンマンやね。本当に聞いてましたね。おしっこしながらアンパンマンって顔できたの。ちなみに久保さん変だと思うんだけど、久保さんに歌ってほしい歌ってたらめっちゃ来てますからね、コメント今。北斗の件ありますよ。歌苦手だからね、こいつ。お邪魔状、お邪魔状。じゃあ結構ね、あの昭和の歌が多いです、ちなみに。てか、考えてくれてらっしゃる。優しいっすね、やっぱり。ありがとうございます。ほら東京サイクだとか。じゃあここは久保さんに1曲。いや、3人で行こうよ、3人で。あ、3人で行きましょう。3人で行こうよ、そこはやって。そうっすね。あの三段落ちで、安い、早い、上手いみたいな感じでさ。はい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 。じゃあ3人で歌う曲をちょっとコメントくだされば。いいよ、すぐ言えよ。何もないかい。明日あるわ。後ろから前から。何、誰の歌やろ。わかんない、わかんない。ごめん、わかんないっす。ちょっと面白いね、今。わかんないっす。お、キスマイ。キスマイ好きってもね、さっきね。言ってましたね。それ、ユーゴですね。言ってましたね。ユーゴ。はい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 。後ろから前から。神吉の日に行って、あの、学校でよく歌うやつ。学校で歌うやつですね。何がいいだろうね。ちょっと、シスさん、ちょっと、あ、キンキ。定番だね。キンキいいっすね。じゃあ、履歴が見ようかな。履歴でいきましょう。千本桜。初音か。はいはい。あ、でもね、今ラルクね、今ラルクコンサートやってる。そうですね、今今日明日がコンサートでした。俺のお客さんは行くっつったもん今。ああ。ちなみに国立競技場はね、改装しちゃいましたね。そうなんだね。ラストなんですね。セラムいいね、ラストかっこいいね。ちょっと決め顔まで。さあさあ、リリー、いちいち。どっちどっち？ま、真ん中。
あー調子乗った、あいやアップされた、あーアップなった、アップされてからの当たるが怖いんですけど、これびっくりした、アップになった、あいいよ、やばい、毛穴が毛穴が、あーやばいやばいやばい、いや、かっこいいからね、さすがナンバーワン、いやいや、ナッツ、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、はい、ナンバーワン、ナンバーワン、こぼしすぎやすげえこぼれてた、じゃね、ビールを継がないとね、アイス、よいしょ、アイスもらおう、何がいいかな、え、何がいいですかね、リスナーの方は、そうですね、よいしょ、まあね、やっぱね、こう、グレー、グレーが多いな、グレーが、はい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 、はい、だから何やねん、後ろから前からなってるあれ気になりますね、何やねん、後ろから前から何やねん、それうわあ、ユアか、あ、ユアって何だっけ、ユアだってあれっすよ、あれっすよ、あれっすよ、あー出てこない、しゃべれ、うわ、これ悔しい、いやちょっと、もうちょい、もうちょい、まだけもうちょい、なんか後ろから前からしつこいわごめん、わかんないっすよ、後ろから前からわかんないっすよ、誰の歌かもわかんない、そう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 、シャムシェイドこれちなみにさ、これ、あの履歴で申し訳ないけど、はい、あの、大きなフルドケイってこれ前回あのマコが歌った、マコちゃんのやつですよね、マコちゃんのやつ、これマコが歌ったやつですよね、多分ね、すごいですね、マコちゃんのやつだわ、ちなみに記憶ないですねあいつ、ちなみに僕も記憶ないっすベロベロだからね、はい、じゃあどうしよっか、じゃあキスマイね、あ、あの、ちょっとこう入れていただける間に、アマチさん、髪色、地毛ですか、地毛で、だいぶ変わってないのそこまで年じゃねえわ50は過ぎてません面白いキスマイ、キスマイ、キスマイが結構多いですね、あ、キスマイ由来してる、わかんない、キスがうまい、グイ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 、ブサイク人気っすよね、あ、結構ブサイクっす、人気っすね、はいはい、何にも拾わないよ俺、はい、はい、え、キスマイ、ほんとキスマイでいいの、キスマイ歌えます、いやいや俺知らないわ、僕も知らないっす、あの、シーハーハーしか知らないっすブサイク、あの、ガムの、俺、エビバリゴーだっけ、あ、エビバリゴー、ゴーしか分かんない、はいはい、多分そこの場面しか分かんないと思う、いいよ、マジっすか、じゃあ行ってみます、まあまあ、とりあえず履歴を見て、履歴見ていきましょう、履歴見ての勝手にいるからね、もしくはあのトップ50とかの方がみんな知ってる、ああタイミング CM、 お、CM、 え、 CM 行かない俺行かない、あえて拒否するから、もう一曲歌わして、歌わして歌ってから行こう、拒否、 CM 拒否出ました、うん、はい、じゃあ、あの、一旦、じゃあ CM の方どうぞ、どうぞつけてんな俺、僕のことを考えて今僕はしています、でもね、筋でラブできるってだけじゃないから、終わらないエターナル寂しさをでなぞるよ、土曜はクラブバール7時、メリーゴーランドでいい、ララ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 
いいなと思ってた。ピアノバージョン、ピアノバージョン、ちょっとゆったりしてるんですよね。あ、無視だ。あ、もう始まってんじゃん始まってんじゃんジョイサンド、もう言えたよ今、ジョイサンドジョイサンド言いたいだけじゃん。ララララブソングじゃないですか。あれ違う、え、これ何、これ何が入ったんですか。ラブソング、あら、いいねこれ。本日もクラブゼロをご視聴誠です。ちょっとライトやらしいね。いいね、そういうとこ、あなたのハートもわしづかみ。クメタのゾロゼラララララブソング、ピアノパッション、ピアノ。回れ回れメリーゴーラン、魔法決して止まらないように、動き出したメロディー、ラララララララブソン。今が俺あんま分かんないやん。心に降る雨に傘をくれた君と、互い様だから巡り合えた奇跡が、奇跡が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 、上位3曲もオール新曲だよ。ランキングを制したのは
あのグループカウントダウン怖いよ、あれやつ。
すぐ教えて、はい。はい、もういい。寿司と申します。
お願いします。しげるくん、なんでやったーこれ。ああー、はい、お願いします。いい、皆さん盛り上げ隊長みたいな。もうなんで切ったの。1年ぶりにやっぱあの本店ですからに帰ってきたんで、やっぱり確かにゼロトーク。いや今日はもう好き放題やって帰ろうかなと。ああ、いいよ、いいよ。もうぜひよろしくお願いします。自分アピールしてね、ここでね。自分アピールして。日本酒、日本酒。日本酒熱かね、熱か。そうなんですよ、ゼロもね、まあ新メンバーたくさん入ったんで、ほぼ初めましてのメンバーが多いかなと。徐々に出していくんだよ、もう。はい、そうですね。あ、もう MC 決まったから、MC これから毎回 MC、 イエーイ、ラスト MC で。あ、そうですね。ゼロ、ナンバーワンがちょっと MC 出るんで。あの、来る前にね、よっ、やっぱ喋れる、やっぱ。おわ、安心やん。いやいやいや、安定のナッポでいこうかも。安定の MC お願いします。いやー、やりません、やりません。大丈夫、それはもう引退なんで。でも、もう、当たるはずっとこうだよ。安定のナッポだから。山本先生のマイネージャー。マイネージャー。いやいや、まあ、それ本当。でも、皆さん、やっぱ映像編集得意ですかって聞きます。いやー、それはね、最初、あの、できなかったんだ。すごいっすよ、ね、書類とかもあの最初あの押すとき、ね、こうキーボードあるじゃん、はいはいはい、最初こうやって押したの。今やっとね、あのブラインドタッチね。おー、かっこいい、かっこいいな、これ。チェックピンをタッチ、かっこいい。グイグイだ。グイ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 。いや、そうっすね。でも、なんか僕的にはでも、ハルトさんのあの乳首をタッチが見たいっすね。まあ、今日は好き放題やって帰ろうと思うんで、やっぱ。あ、そうじゃない、LINE ID を。LINE ID お願いします。 LINE ID はあの、じゃあ、しげるの LINE ID を出す前に一旦してみてください。どうぞー。はい、よっ。自分で鍵かけてんじゃねえのか。開かないドアはない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エスコレでしょ。さあ、エスコレーションで働こう。フランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク。二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。最近飲みますね。酔いますね。相当酔います。僕二日酔いになりにくいタイプなんですけど。なるほど。いただきます。飲みやすいですね、これは。これでもたまたまじゃないですか。ちょっとこれ数字で見ると結構引きますね。いやでも本当すごいです、これ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。はい、よいしょ。じゃあ、しげるのね、LINE ID はもうすぐ出るところで、はい、じゃあ、今週の LINE 特権。おー、はい、なんと、そうですね、まあ、今日2回目したんで、明日以降ですね、まあ、紹介のお客様に関して限定1名、いや、2組、あ、限定1組か、2名様を、ディズニーおー招待します。すごいな、まあ、これ結構、まあ、やってるんですけども、まあ、これ代表と自分からのちょっと自腹なんですけどもやろうかな。すごいな。 毎週っていうか、まあ、結構やってるんですけども、そうですね、まあ、キャッシャーの方に来てもらって言ってもらえれば1名、あ、1組なんですけどもね、招待するんでよろしくお願いします。よーっ、よっしゃ、僕が行きます。じゃあお願いします。しげさん、しげさんと行きたい人はぜひ紹介の方に。はい、まあ、それとですね、人事の方もですね、まあ、まあまあ募集してまして、まあこちらに書いてあると思うんですけど、あ、こちらかな、この上の方に書いてあると思うんですけども、まあ、はい、従業員の方もね、たくさん新しい子も入って、今まあうち先月と今月で4人ぐらい入ったんですけども、はい、今従業員30、まあ、30人ぐらいで約営業してるんですけども、
まだ初回の方もたくさん入ってますし、枝の方もたくさん入ってて、まだ従業員欲しいので募集してますので、ぜひあのこちらを見てでもいいし、もし分からなかったらゼロのホームページの方もしくは放送図を見てもらって連絡もらえれば、ね、すごく対応はいい、うちはシステムになっておりますので、ぜひ面接だけでも担任だけでも来てもらえれば分かると思うのでお願いします。お願いしま す。はい、いいですね。なんかそうですね、まあそうやってやってもらえば、あとは、はい、来週も一応、ね、本当は月2回でニコ生やってるんですけども、来週ちょっとうち締め日前なんですけど、締め日前じゃねえだ、締め日前なんですよ、前ですね、だよね、締め日はちょうど2日前ですよね、で締め日は2日前か、そうそうそう、2日前なんですけども、ニコラの方をやろうかなと。おー急遽、おー、はい、お、出ました、おー出ました、出ましたね、おー、まあ、イエーイ。本当はまあ今代表と話して自分で決めたんですけども、最近いろんなメンバー出したいなと思って従業員も出してくれたので、はい、まあこうやって新メンバーをたくさん出して、来週もやろうかなと思いますけどね、まあ来週の MC はね、なんと MC が集められます、イエーイ頼むよー頼むよー。でもね、365日やってっていうコメント結構多いんですよね。あ、毎日ね、毎日じゃ、毎日が MC やってくれて営業後にね、30分トークみたいな、ちょっと30分でもいつやるの、今でしょもうやってまあそうですね、まあ明日特権もありますし人事もそうですけども、来週までいくので毎週見てもらえれば、そうですね、今週来週見てもらえればね、来月のまあ皆様の要望があれば、はい、なんと月ね2回を3回にしたりとか、もしかしたら4回もあるかもしれないので、おお、今見るよと早速言ってもらったんで、さすが、ね、いいっすね、こういうのぜひお願いします、楽しみにしてください。ちょっと今週のオフショット送るか、今ちょっと待って、今週のオフショット行く前にしんかちゃん、あ、ちょっと俺あの画像送っておりま、何の画像、何の話したらいいですかね。あ、まあゼロ本店戻ってきての1年ぶりか、1年半ぶり、1年ぶり、もともとゼロは出したんで、そうなんですよね、まあ1年ぶりに帰ってきてやっぱり楽しいですね、毎日飲むんで何キロ太ったっけ、ゼロに戻ってきて、1ヶ月で2キロ太ったいやいや、だめでも、来月ちょっと私事なんですが、ちょっと誕生日がありまして、そういうの告知してる、そういうのいいよ、いいよ、なんと4月22日なんですが、おおなんとそれまでに5キロ痩せますおよいしょー、どうもどうも、みんなで、あ、違うか5キロ痩せます宣言ね、5キロ痩せたら、痩せたらかっこいいよって言ってくれる方がいたんですよ、おすごいいました、5キロ痩せたい、すごいいました、痩せたらかっこいいよって言ってくれる方の期待を裏切らないように、5キロもう毎日行ってるラーメン二郎やめます、じゃあさっきさ、寿司食ってたね、寿司いや、寿司はもうおやつみたいなもん寿司はおやつですよ、俺にとっては、はい、おやつ代わりだね、おやつ代わり、もうラーメン二郎をやめて、じゃあもう、あれですね、でもそういいですね、うん、じゃあ、そうですね、じゃあその日の、ぜひ皆さん来ていただいたら嬉しい、もう一回来たの告知したほうがいいの、4月22日は僕の誕生日です、噛みました今もうこれね、4月22日はゼロでしげるをね、伸ばして、はい、5キロ痩せてからの5キロ2つ取らせようかなとまあこれこそやっぱりお金で買えない価値がある、おーいいよー、トライアスですね、うちのキャッチレーズゼロ本店ですから、おーおーおーよいしょー、天地さんどれですか、アンさん、カリスマ代表です。そうです。ダダダダダ代表。はいはい。ダダダダダ代表。お酒がダダダダダ。いつねなんかこの雰囲気が。初回料金いくらですか。初回料金うちは3000円。2時間3000円となっております。なんとね。ジローの漢字間違ってる。あ、大丈夫ですか。はい、じゃあ今週のオフショットオフショット、はい、これはあの、ジュンの宣材写真です、おあかっこいい、本当にかっこいい、本当よ、ジュン、かっこいいな、こいつかっこいいな、はい、デュイヤーデュイヤー、誕生日でした、おあ3月19、かっこいい、営業後にみんなやってね、イケメン、後ろヒロアマみたいなありましたね、あ、これあの親睦会行きましたね、いますね、これはこんだけいます、イケメンしかいません、
日本酒飲みました。みんな楽しくください。これは渋谷の交差点ホワイトデーの DVD を作った時のオフショットですね。これは寒かったね。これ寒かったですね。はい、これ原宿、これは寒いっすね、まあ、一番左勇気決まってる。本当だ、勇気決まってる。キレキレでしたからね。一番右僕、あ、これ電車の中。おっと、当たるじゃないですか。おっと、やっぱり当たる。後ろで撮ってるのが俺、鏡みたいな。ほんとだ、映ってる。はい、これ空です。マジいい迷惑だよ、これ考えたら。普通に考えたらね、これ。でもやっぱりオチは、オチはどれかな、オチはやっぱりこれ。え、これ誰、これ僕の当たる。昔の店の、いや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 、ギャル王やん。イケメンやな。そう、今の、いやー、素晴らしい、うん、楽天カードマン。いやいやー、素晴らしいね。マタルさん、だいぶ違うな、うん、ね。そう、ロン毛だったんですよね、僕はもう。はい、終わり。終わり。え、ちょっと、喉まっていいかな。いやいやいやグイ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 。ラストいきますか。いきましょうか。ちょうどあと1分、1分な、1分50秒ぐらいなんで。じゃあ、小田駅います、小田駅。なんで小田駅なの、これ。行ったでしょ、行ったでしょ。はい、勝手決めが。かなでか、何が入ってください、時間ないんだよ。しげちゃんが好きなんだ。365人、来週はナチソとひたすら男気じゃんけんで飲みます。いや、何が言ったの、何が言ったの、何が言ったの。ラスト、来週はひたすらじゃんけんで飲みます。ラスト、何がいい、ラスト。ラスト、早く、早いて、早く、早く、ラスト、この駅、この駅、この駅行きましょう。この駅行こう、もうパッとね、30秒で。あえての松崎しげるってあります？ないよ。それはないよ。泉谷しげるパターンもあります。桜。1分前、1分前、1分前、やばい、1分前。1分前、1分前、1分前、やばい、やばい、やばい。ハルトさんが歩いてるのはね。これ答えながら、サラダ。さよなら。最後まとめ雑やな、いつも。さよなら、さよなら、さよなら。いつも通りやな、それ。じゃあ、しげるくん、はい。あ、じゃあ、俺じゃん。ムーディーな、ムーディーな演出を。ムーディーな演出を。ニコナイトアットナイトチューブドットネットまで。残っている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面を舐め紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。